エグザイルのボーカル、高弘が、17日、各週で火曜 MC を務めるフジテレビ系、バイキングを、この日限りで卒業することを電撃発表した。番組冒頭、う、高弘本人が、ここで重大ってまではいかないんですが、お知らせがあります、と切り出し、実は、今日をもちまして、火曜バイキング、僕、MC ラストなんですと、報告。会場を埋めた観覧の一般女性たちからは一斉に、え と悲鳴が上がり、火曜レギュラーの小部和豊は、のけぞりながら、驚きの大声を発した。続いて、同じく、火曜、レギュラーの平成の虫し吉村隆が、次回からは私が MC なんですよと、一言。こちらの審議のほどはわからないが、出演者からは、おえ。と拒否の声が上がり、吉村が、おえ。じゃないわ。と言い返した。高弘は、 昨年4月の番組スタートから「バイキング」に出演同じエグザイルのパフォーマーナオトと週替わりで火曜 MC を担当してきた4月からは現在月曜の MC を務めている俳優の坂上忍が月から金曜すべての司会を務めることが取り沙汰されている